早速、ですね。何ですか？前ニックネームを募集しましたね。したじゃないですか。なんか、小野くんはオノディって呼んでくれよな、みたいなことを言ってたので。ちょっと、なんか、エゼハンサムみたいな。そんなことないです。あなたはハンサムですよ。昭和の、匂いが漂う。おっと、そういうあなた、アイドル声優。自称ね。自称。楽しいよ。自称アイドル。はい。そんなわけでですね、僕らまあ、オノディでいいかなとは思うんですけども、まあ、やっぱね、ヒロシのはまだ決まってないわけじゃないですか。そうだね、まだ暫定だからね、とりあえず下の名前で呼んでほしいな的なことは言ったけれども、なかなかそれが呼びづらいという人もいるし、というので、メールが届いております。リスナーの方にね、募集はかけたんですけど来たみたいですね。それが来ました。はい、こちらペンネームしゅうかさん。はい、はい。オノディ神谷さん、こんばんは。さて、神谷さんの呼び名ですが、ピロシなんていかがでしょう。ちょっと可愛くなりませんか。あ、ピロシね、ピロシは多分ね、生肉先輩こと森川俊之さんが呼び始めたんだと思うんですけれども。ピロシ、はい、もう呼ばれてるんですね。呼ばれてますね。ええ、生肉さんには呼ばれてます。生肉さん、ひでえ名前だ。先輩でしょ。いや、何を言ってるんですか。非常に尊敬してるんですよ。ああ、これピロシ。ピロシ、まあピロシもありだと思いますけどね。お、これ好感触ですね。はい。ピロシ。他にはあります？はい。続きまして、ペンネームは、オイリーポテチさん。はい。はい。エロシさん。もうぶっ飛ばすぞ、ほんと。オノディ。こんばんは。今、ちょっとリスナーに向かってぶっ飛ばすぞって言っちゃった。ね。エロシさん、オノディ、こんばんは。神谷さんの愛称は、音、語呂ともにグッドなエロシにしませんか？ひらがなでよければ、神谷さんもこの愛称に抵抗ないですよね。あはは、ぐちゃぐちゃにした、ぐちゃぐちゃにされたから。そんなわけねえだろって、残念ながらオイリーポテチさんのですね、メールの紙をぐちゃぐちゃにはできないので、僕の構成表を今ぐちゃぐちゃにしました。ああ、ね。些細な優しさだね。はい。よろしい。なわけねえだろ。そんなんダメだよ。え、ダメ？え、そんなん、じゃあ小野くんが小野大輔べって言われたら気持ちいいですか？気持ちよくはないです。ほら見ろ。いいと思うなぁ。逆です。あ、セクシーとかどうですか？嫌です。全然元がないじゃん。神谷セクシー。元がねえもん、それ。セクシーさんって誰だかわかんねえもん。セクシーさんいい。俺冴えてんな。ちょっとマサルさんみたいに。セクシーさん、はい、コマンド。続きまして、ペンネーム、輝きさん。神谷さん、オノディ、こんばんは。はい。神谷さんのニックネームなんですが、神ディなんてどうでしょう。オノディと言われて。なんでオノくん合わせなの。神ディ、オノくんありきの名前じゃん、それ。それしっくりきませんか。だって。オノディ、神ディってなんか。いいね。時間ともしがたいね、それね。形容しがたいです。はい。小さな恋の神ディって感じでいいですね。メロディーね。一瞬考えちゃったよ。はい。続きまして。あるのね。はい、ありますよ。今んとこ引っかかんねえな。引っかかんないですね。ペンネームはアイリさんですね、これ。はい。神谷、またはカミヤンなんてどうでしょうか。追伸、神谷さんとオノディは仲いいんですか。だそうでございます。まあ聞いた通りですよ。いや、なんでテンション下げるのね。そこまで下げなくていいだろう。頑張っていこうよ。神谷。神谷。神谷。いいじゃないですか。伸びちゃってるね。ええ。いや、でも、これ俺おすすめですよ。神谷ですか？これはね、いただいたし、僕が打ち入りでも押してたんですよ。神谷？高専の諏訪さんに。神谷どうですか？神谷ビダソってどうですか？言ってください。言ってください、だから。神谷が男の名前で何が悪いって言ってください。あ？何のことだかさっぱりわかんないですけど。なんでこの人食いつかないんだ。あ、ゼータガンダムですか。あ、おっす。うわ、ほんと本気かよ。で、殴ってください。ジェリドね。ジェリド殴ってください。ジェリドも殴るし、で、あと、あれですよ。そんな大人、修正してやるって言って、俺を殴って、もうガンダムがそれぐらいいいじゃん。血を出しながら、これが、若さゆえの過ちというもの。おい。神谷も伸びちゃってるからね。まあでもいいのか。オノディだって伸びてるもんね。そうそう。神谷、オノディ。うん。いいんじゃない？なるほどね。そして、次が。はがきももらっております。はい。ああ、はがきいいですね、なんかね。なんか、アナログな感じ。いいじゃない、それ。うん。ラジオネーム、さゆさん。さゆさん、はい。はい、ありがとうございます。これさゆさんなのかな？え？
ちょっとビジュアル的にね、このあのハガキの裏にですね、やべ食いついちゃった多分もう水着ギャルがですね、すげえ思うツボだ食いつきすぎでしょ、食いつきちゃった、俺が読んでるのに、あ、そうですね、はい、どうぞどうぞ全然伝わんないけどね、はい、すいません、はい、読みますね。ひろしさん、オノディ、こんばんは。はい、ひろしさんのニックネーム考えてみました。オノさんがオノディなので、お揃いで、ヒロシーってどうでしょう。ビタミン C たっぷりって感じで、元気で、明るいひろしさんにぴったりだと思います。ヒロシーね。ヒロシーですね、つまり。ABCD、C。オノディ、ヒロシーね。はい、あ、なるほどね。赤ペンでおすすめって書いてる。あ、構成スワのおすすめこれだったってことか。そうそうそう、そういうことですね。この水着ギャルにやられちゃったか。うん、いや、ギャルっていうかね、はい、オノディヒロシっていいですね。いいと思う、俺はいいと思う。なるほどね、俺おすすめ、これはちょっといいかな、うん、ね、CD でね、うん、あ、じゃあまあ仮決定、ヒロシと、あ、気に入っちゃった、うん、ピロシのどっちか、セクシーと、セクシーはないカミーヤは？カミーヤ微妙だな。あ、そっか。カミーヤ、カミーヤはちょっとな。な、ミオジじゃない方がいいって言ったじゃん。あ、そっか。うん。なるほど、なるほど。かぶる人がいらっしゃる。大先輩がいらっしゃる。まあそう、僕のお父さんですけど。ね、はい、ああ、そうなんだ。もう押してこうかな。大胆に嘘。大胆すぎますよ、その嘘。嘘でもさ、なんかどんどん突き通していけばさ、そのうち本当になるかもしんないじゃん。何それ。ならねえよ。まあなりませんけどね。ピロシ、ヒロシー、うん、セクシーということで。セクシーとね。うん、まあ僕、例えばね、僕が口をついて出てくる方がどっちが多いかとかもあるでしょうし、はいはいはい、うんうんうん、それプラス。オノディが使う頻度。うん、プラス、またもう一度リクエスト。そうね。もっといいのがあるかもしれないんで、うん、まだまだ募集します。はい。みんな諦めんなよ。諦めんなよって何まあいいですよ、ぶっちゃけ神ヤングとかじゃなけりゃ、はい、神ヤング、神ヤングいい、神谷ヒロシ